はい、万有引力のね力というのはとっても小さいよ。ただ地球とかむちゃくちゃ大きいからね、それでリンゴ落ちたりするけども、本来ものすごくちっちゃな値なんよっていう話を前しました。どのくらい小さいんかなっていうのをね計算してみましょう。 100kg の鉛玉がデンと、もう一個デンと、どちらもね 100kg ねあったとします。中心間の距離どのくらい、点々線で書こうか、こうやって中心間の距離はね30センチにしておきましょう。これ前ね計算したんよ。で鉛あの球状のね鉛玉作ってどちらも 100kg とした時に30センチ、中心間の距離30センチやったらギリギリいけるぐらいのねあの寸法やったと思います、計算ミスしてたらごめんなさい。ちょっとなんか違った感じでね考えたら 100kg の人が2人いますと、ちょっと30センチの間隔まで寄りました。あの中心間の距離でね議論するんだけどね、さあどのくらいで引き合いまし引き合うでしょうかって、まあそういう問題になります。この物体にはね万有引力がお互いに働くわけだけども、この万有引力の大きさっていうのは万有引力定数かける2つの距離、間の距離は r と書くよ、その2乗分のでそれぞれの質量を掛け合わせたものが分子ね、どちらも100キロなんで m の2乗というふうに書きましょう。はい、万有引力定数っていうのはね 6.7×10−11 乗立方メートルパーキログラム秒の2乗、こんな値やっていうことが今は分かっています。ただねこれ何度も言うけどものすごくちっちゃな値やなので10−11乗なんてあるよね、求めるのすごい難しいのね。キャベンディッシュさんが頑張って以前求めたよっていうお話しましたけども、今でも何度も何度もねこの G の測り直しってやってます。測り直すと微妙に違ってたなんてことあります。微妙に違ってることが分かるとね地球の体重が変化する。いつやったかな、2000年ぐらいやったかな、地球が太ったみたいなニュースがね新聞にあって何言うてんねんとか思ってんけども、実は万有引力定数の見積もり値がちょっと違ってたと。でそれで万有引力定数を見積もり直し、あの計測実験に基づいてね、あの推定値求め直したところ、それに伴って地球の質量の推定値がちょっと変わって少し太りました。いや太りましたと違うやろって話やけどね、まあ、そんなニュースが載ってたこともあります。つい20年弱ぐらい前だったかな、20年ちょっと前、まあ、そのぐらい前の話ね。はい、まあ、それはともかく計算していきましょう。分子は 100kg の2乗よね、だから10の2乗 kg の 100kg の2乗、はい、分母は30センチ離してるからね 0.3m の2乗、 MKS あのメートルキログラム秒のね単位形に直していきます。6.7×10−11乗、この辺はさっきと同じこと書くけど、メートルの3乗割るキログラム秒の2乗かける10の4乗 kg の2乗ね、それから 0.3 の2乗やから 9×10−2乗メートルの2乗ね、単位を整理しましょう。キログラム、メートルの2乗がここにある。よし、はい、それでイコール数値は9分の6.7×10−11乗があるね。で4乗があるから−7乗、分母に−2乗があるからねプラスにすればいいよね。ってことは−5乗か、そうだね、4乗と −2乗、分母にあるの持ってきたら6乗でしょ。10−11乗プラス、いやごめん、かけるの10の6乗なんだからね、10−5乗ですね。はい、10−5乗でキログラムメートルパー秒の2乗。あ、ちゃんとあの力の単位になっていますね。よいしょと。もともと 0.3m っていうのがね、2つの球の間の距離、
まあ、有効数字いくつやねんって話があるけど、まあ、ちょっと2桁求めときましょうか。今の話によるとイコール 6.7÷9 なんだから 0.7×63 74なんとかって続くね。かける10のマイナス5乗キログラムメートルパー秒の2乗。計算続けるとだいたい 7.4×10 のマイナス6乗。ちゃんと力の単位になっているからこれはニュートンと書けばいいね。さあ答えは出たものね、一体これどのくらいの大きさやねん言うてなんかようわからんよね。でちょっといろいろ調べたので、メダカの卵、メダカの卵ね、1個どんだけかっていうと、1個、質量ね、1個の質量はだいたいよ、そのものによってちょっと違うからね、は質量は約1ミリグラムなんて、1ミリグラム。じゃあその重さね、質量はキログラムが単位だよね、まあミリグラムって書いてもいいけどね、これをニュートン、力の単位で表した重さにするとどういう値になるか考えましょう。重さにすると質量かける重力加速度の大きさ、これが重さを表す量になるよね。イコール1ミリグラム、この m ね、質量と間違えやすいやけどミリグラムね、かける 9.8m/秒の2乗。なんか m、なんかまたメートル全部 m やね。これちょっと単位やから分かるようにカッコしておきます。1ミリグラムってのは何キログラムかっていうと、1キログラムが1000グラムね。でさらにその1000分の1が1ミリグラムやから、10のマイナス6乗キログラムね、かける 9.8m/秒の2乗と、 9.8 っていうのは大体10だね、大体10、誤差 2%。 さあこれでイコール10のマイナス5乗キログラムメートルパー秒の2乗ということが分かります。さあさっき求めた値とね比べてみましょう。さっき求めたっていうのは 100kg の鉛玉を2つ並べました。 7.4×10 のマイナス6乗ニュートンね。 7.4、まあ、10に近いからすごく大雑把に言えば10のマイナス5乗ニュートンぐらい。メダカの卵1個に働く重力ね、逆に言うあのちょっと違う言い方するとメダカの卵の重さはだいたい10のマイナス5乗、まあまあいるゴニョゴニョ書いてるけどこれニュートンって書いてもいいよ。イコール10のマイナス5乗ニュートンね。比べると結構同じぐらいだね。少しだけ正確な言い方をすると、この2つの鉛玉の間に働く力はメダカに働く重力よりもちょっと ちっちゃいね、ちょっとちっちゃいぐらい、10のマイナス5乗よりもちょびっとね、2、3割ちっちゃい値だからね、まあ、そのぐらいの力ってことが分かります。そういうわけで、まあ、100kg の人がね、あの2人こう一緒に仲良く歩いててもうわくっつくなみたいなことにならずに済むと、せいぜいメダカの卵ぐらいの重さに相当する力、重力に相当する力しか働かんということがこれで分かります。